世界最高峰のドリフトイベント D1 グランプリ。そこを戦うドリフターは文句なしに世界最強レベル。自らの手足のごとくマシンを扱い、ギャラリーを盛り上げる。チョラ！そんなドリフト超人たちがサーキットを離れ、普段 DVD では見られない素顔を見せる。滑走選手の日常。我々が訪ねたのは千葉県の某車工場。ここで待っていたのは馬人1号時田正義。千葉出身の暴走族キャラで頭角を現した時ちゃん。ねじり鉢巻きにプラスチックバットがトレードマーク。 D1 参戦当初は 1JZ エンジン搭載の10ソアラに乗っていた。古き良き暴走族キャラにぴったしの愛車は会場でも大人気であった。そんな時ちゃんの転機となったのは2008年、 D レーシング制作のクラウンで D1 へ参戦。よそのマシンというプレッシャーに悩まされながらも、ついに歓喜の瞬間は訪れた。2010年、ラウンド4岡山、決勝の対戦相手はマックス・オリド。時田渾身の走りはオリドを追い詰め、見事念願の初優勝を飾った。時田正義初優勝、見事に初優勝を決めました。この愛すべきキャラクターは早食いなどの場面でも発揮。マナピーを一番汚したのは間違いなく時ちゃんだ。今回は意外な一面を取材したんですけど、メダガニッシュの車工場みたいな。そうだよ、ただの一般の修理工場ですけど、何か問題でも。ガソリンスタンドで若い頃はバイトして、でそのまま修理工場に就職して、で25で独立したのかな。あの車屋だけだと僕たちはまあ取材に来た意味がないんですけど、なんか他にないですか。だいたいなんか他にとか言う前にあるよ。ちなみに何やってるんですか。稲刈り農業、米作り。ときちゃんが稲刈り。豆鉄砲を食らったスタッフにときちゃんが誘う。手伝うでしょ。一面金色の田んぼ、実りの秋を迎え稲穂が頭を垂れる。普段は D1 マシンを運ぶ積載車からマイマシンを颯爽と下ろすときちゃん。快晴の空の下、時ちゃんのマシンが鳴りを上げる。もともと親父さんがやっていた農業を引き継いだ時ちゃん。銘柄はコシヒカリを栽培している。稲に対する表情は D1 の時以上に真剣。これ今何列一緒に立ってるんですか。3列だけど、倒れてる具合と濡れてる具合でいろいろ。当然のことながら稲は生き物。時ちゃんは彼らの声を聞こうと一生懸命なのだ。そんな時ちゃんの思いをコンバインの隣で感じていると、どう考えても邪魔しに来てるとしか思えないんだけど。そんなことない。邪魔だよお前は我々が頑張れば頑張るほどに時ちゃんからすれば邪魔らしい。それでは真剣に稲刈りしている時ちゃんに悪いからと、ヘリを使って空撮をすることに。時ちゃんの頑張りをみんなに伝えたい。その思いはまたもや空回り。事故だよ、事故事故。コンバインに近づきすぎ、無残にも墜落。墜落した。全然距離感が分からなくて。ヘリ墜落の決定的瞬間をどうぞ。画面左側に注目。時ちゃんをかすめるように飛んできたヘリは、操縦士が憶測を誤りコンバインに激突し、稲穂の上へ墜落した。収穫した米をコンバインから軽トラへ。この面積でこんな収穫があるのか、正直驚いた。時ちゃんが米を見る目は親が子供を見る目そのもの。それではここで、普段我々が目にすることのないコンバインを時ちゃんに紹介してもらおう。俺の愛機を紹介しよう。
なんでビデオオプションでこれ紹介しなくちゃいけないんだよ。このマシンの名前はヤンマー製の GC218 型馬力は20馬力ぐらいじゃないかな。これがまたいい値段するんですよ。小型車は普通に買えちゃうんじゃないかな。ゼロクラウンの中古、ああ買えるね。そして1年に1回しか使わない。こんな贅沢な乗り物はありません。一番みんなが気になる、操縦席、コックピット、車好きにはたまらないでしょう。説明しよう。まずヤンマーのねコンバインはこれが丸ハンドルなんですよ。普通みたいに。これがね他のメーカーだとこう重機みたいにこうレバーがいっぱいついてる。これが比較的操縦しやすいってことでうちの親父が買ったんじゃないですか多分。で、アクセル、スロットルはね基本的に一定なんで常に、これだけです。引けば全開、戻せばスロー。で、あとクラッチ、まあこのメーカーのやつの、前後はここにこうオートマチックのレバーみたいなのがあるので前に倒せば走る、後ろに行けばバック、まあ至って単純です。で、じゃあここからですね刈り取り作業がですね、クラッチを踏みながら大雑把に言えばこの前の刃があそこについてるんですけど、あれで稲を刈っていきます。でこれでさっきこうビデオ撮ってたと思うんだけど、うまいこと買ってくれるんですよ。これがまたよくできた機械です。値段だけのことあります。あとはね、なんとなくいっぱいレバーがついてるんですけど標準にしとけば間違いないと思います。この刈り取った稲はこの中で脱穀されて、このタンクに溜まります。でこのタンクから、手で出すのは大変なのでこの大砲みたいな機械で、まあ、トラックに移すと、まあ、作りは至って単純ですけどよくできてますね。ってことで僕はねこんなに真面目に農作業してるんですよ普段。このね企画なんかこういろいろなドライバーのいろいろな一面を見させてくれるみたいなので、次はどのドライバーなのかな。まあこの辺で僕は失礼するよ。農業を営むトキちゃん、その意外な素顔に我々ドリテンビデオも驚いた。